こんにちは、黒戸和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は、カンファーメーションですね、これの、解説をしていきたいと思います。このコンピングって結構適当にやってたらうまくなると思ってたら全然うまくならないんで、これ結構ポイントなんですけど、このやっぱりこう人のコンピングを取ってですね、僕がおすすめするのは上にちゃんとメロディーフのリズムを書く、もう音程は書かなくていいんで、こうメロディーを一緒に歌いながら、こう実際にこう叩いてみると、メロディーの足りないところとか、メロディーが強調してほしい部分とか、あとメロディーとメロディーの間をうまく埋めるんですね。で、コンピングって相手の隙間を空くところを埋めるって僕も昔思ってたんですけど、それだとすごい空いたと思った頃にはもう遅いんですよ。じゃなくてフレーズが終わる頃に重なって出てくるみたいな感じがいいんですね。で、こういったリフ、特にパーカーのリフなんていうのはこう定番、みんなこれ勉強するんで、パーカーの曲をこういうメロディーとかパーカーのソロとかをやっぱり何回も聞き込んで、でそうするとあここでメロディー途切れるんだみたいなのが分かると思うんですね。最初の頭の部分を鼻歌で歌ってみると、タラッタディーダダガラダラララディーダッタッタツッタタン、ここね、ここタッタツカッカっていうのがタッタカッカっていうのが定番です。実際これピアノもそうやって弾いてるんですけど、このバージョンはね、でもまだこの頃はこれ初演だからまだ探ってるだけだと思うんですけど、ここにやってここの合間に埋めてるね。ダッタッタッタだったら平行移動しててかっこいいけど、ダッタウッタタン、これでもいいし、で同じフレーズがダッダッタパンポンっていう風にシンコペーションして受ける、ダッタッタウッドン、でこれもシンコペーションみたいなイメージですね。そうするとこの次につながるでしょ。ここは1,2,3,4ダッタッパンポン、ね、これと同じだけどクラッシュしてこうつながるって、こう3タイプ全部違うんですよ。ですごいこうメロディーのここの部分は同じだからね、この前半違うけどここのガッカーはみんな一緒だから、そこに対してのこの合間のアプローチが勉強できるでしょ。でバラバラバズタタタバデバディダタと、ちょうど合間埋めてるでしょ。バラバレバダダー、こうシンバルね、ダーダーダー、歌ったと、これのフレーズがダダラバダツタ、ちょうど相手と会話してるように間をこう縫っていくわけですね。相手のフレーズをちょっと受けたりとか、相手のフレーズのこうシンコペーションを強調したりとかしてるのね。でここもバラバラバジタタバラバリラツタダララレダダダバズダバズダラッタダダバズダラッタダタダルダダッタダのところはシンコペーションのこうメロディーの大事なところ、タバタダルダウッタダウッタツクタタじゃあウッタに対する呼びかけが来て、で次サビね、ダンドランツクタンツツタタダルラダタタバダダダレレダっていう風にメロディーにすごい綺麗に合ってますね。タバレレレダタドンタドン、このシンコペーションがダンタドンタドンでタバレブレレレズッタダ、これ定番はウッタダンタダンタっていう風に全部合わせちゃうんですけど、初演はウッタダンタバンタルレルレッタン、ちょうど相手のフレーズが消えたところにこうつなげてる、入り口と出口をちゃんとつなげて次のフレーズにつなげてる、めちゃすごいでしょ。で1,2,3,4,1,2,3,4とパー、これはシンコペーション連鎖っていって1,2,3,4、パーダバ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 ディダッタッタパツッタン、ここは1,2,3,4ダパーディダラダ、普通はこの3拍目このシンコペーションって着地するんですよ。1,2,3,4タバレバリバレバリダタッタなんだけど、これわざとここのバスラ抜いておいてここを強調すると、ワンツースリーフォーパーティバレバリバレバリダタッタ、ちょっとジャンプの長さが変わるでしょ。こういうのディレイドリゾルブって、解決こうずれて解決するっていうやつですね。まあこれはドラムじゃなくてコードの意味でよく使うんですけど、ドラムでも同じ意味ですね。ずらして解決するってことね。ダバレバディダッタッタパズッドン、ダバラララッタダバラバダラッタドン、ダバディダッタダジャン、ここにバスドラがあるからこうつながってる感じしますよね。という具合にですね、書き出してみるとものすごくちゃんとしてるんですよ。なのでメロディーに対してすごく痒いところに手が届く感じ、この感じっていうのは、まあ要は天才がずっとこう毎日毎日 このね、マックス・ロイチとかピアノも弾けるから、それでこうここの音、ここに足りない音とかっていうのを感覚で覚えている感じなんですけど、まあそういうのを天才がこうちゃんと生み出したものをですね、こうやってなぞっていけば、そんなゼロから作らなくてもですね、あこういうところにこういう音が入れればなんかうまくいくんだなみたいな、
これ見てみると分かるんですけど、1音たりともメロディーと関係ない音は使ってないんですよ。だからなんかその場で適当に開いて入れてるって感覚では全くないですね。なのでこういう風に撮ってみて、鼻歌でメロディーを歌いながら体がドラムの音をその合間に自動的に入れていくまで練習する。だから8小節ばっかり練習したり、ここ8小節ばっかりメロディーを歌いながら練習するっていうのが大事です。そうするとだんだん上のメロディーが予測つくようになってきて、なおかつ一緒のメロディーを歌ってると自動的に自分のドラムのコンピングも体が勝手に動くみたいな感覚なんですね。という感じでちゃんと練習してもらうと上手くなると思います。だからね、コンピングってすごく奥が深いんですよ。ちょっとしばらくコンピング特集やりたいと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。